ディナラ・サフィナ、ディナラ・ミハイロブナ・サフィナ、ジナラ・ミカイラベナ・サフィナ、または、1986年4月27日台は、ロシア・モスクワ出身の女子プロテニス選手。四大大会で2勝を挙げた男子の元世界ランキング1位、マラト・サフィンの妹である。2009年4月20日から、世界ランキング1位になり、兄弟世界1位を実現させた。 四大大会では2007年の全米オープン女子ダブルスでナタリー同士フランスとペアを組んで優勝したがシングルスで3度の準優勝がある2008年の北京オリンの女子シングルス銀メダル獲得もある WTA ツアーでシングルス12勝ダブルスで2007年全米オープンを含む9勝を挙げた右利きバックハンドストロークは両手打ち 身長 182cm、体重 70kg で、兄とよく似た長身の体格を持つ。ジュニア時代、2001年のウィンブルドン女子ジュニア部門で、準優勝がある。兄のマラトは、前年の2000年に、全米オープン男子ンシングルス優勝者となり、ディナラがジュニア準優勝した2001年ウィンブルドン大会では、ベスト8に入った。2002年から、 女子プロテニスツアーに参戦を開始し、同年7月にポーランドソポとの大会で早々とツアー初優勝を果たす。同年の全米オープンで4大大,大会にデビューし、2回戦で第1シードのセリーナ・ウィリアムズに挑戦した。2005年は2月のパリ・インドア選手権と5月のチェコ・プラハの大会で年間2を挙げた。2006年の全豪オープンでは2回戦敗退に終わったが、 女子ツアー大会での上位進出が大幅に増えた。5月にイタリア・ローマで行われたイタリア国際選手権決勝では当年度からの現役復帰を果たしたマルチナ・ヒンギスに2から6、5から7で敗れた。続く全仏オープンでは4回戦で第4シードのマリア・シャラポワを7から5、2から6、7から5で破り、初めて4大,大大会に8強進出を決めたが、 準々決勝で、スウェトラーナ・クズネツォは、同じくロシアの選手に6から7、0から6で敗れた。全米オープンでは、シングルス準々決勝で、アメリモレスモに2から6、3から6で敗れた後、初めて4大,大大会ダブルス決勝に勝ち進む。サフィナは、カタリナ・スレボトニク、スロベニアとペアを組み、ナタリー・ドシー、フランスベラズ・ボナレは、ロシア組に6から7。 5から7で敗れて、準優勝になった。2007年、サフィナは、全米オープンの女子ダブルスで、前年度は、決勝で、ネット越しに戦っていたドシーとペアを組み、決勝で、台湾ペアのセムエーゼン消化用組を6から4、6から2で破って優勝した。こうして、ディナラも、初めての4大大会タイトルを獲得した。2008年5月の、 カタールテレコムドイツオープンで、サフィナは3回戦で、ジュスティーヌ・エナンを5から7、6から3、6から1で破って勝ち進み、決勝で、同じロシアのエレーナ・デメンチェワを破る優勝した。全仏オープン4回戦で、サフィナは、第1シードのマリア・シャラポワを6から7、7から6、6から2で破ると、準々決勝で、デメンチェワ、準決勝で、クズネ・ツォワに勝ち。 初めての4大,大大会シングルス決勝進出を決めた。決勝戦では、第2シードのアナイバノビッチ、セルビアに4から6、3から6で敗れた。8月の北京オリンでは、第6シードから決勝に進み、デメンチェワに6から3、5から7、3から6の逆転で敗れて、銀メダリストになった。このオリンピック女子シングルスでは、デメンチェワが金メダル、サフィナが銀メダル、 ベラズ・ボナレワが銅メダルを獲得したため、3つのメダルをすべてロシア勢が独占した。全米オープンでは初進出の準決勝でセリーナ・ウィリアムズに敗れた。全米オープン終了後、日本のトーレッパン・パシフィック・オープンテニストーナメントで初優勝を挙げた。2009年の全豪オープンでサフィナは2度目の4、大体会女子シングルス決勝進出を決めた。 決勝戦では、セリーナ・ウィリアムズに0から6、3から6のストレートで完敗し、ここでも、準優勝に終わった。4月20日付の女子テニス世界ランキングで、サフィナ・ワイス・ウィリアムズを抜き、初めて1位になった。兄のマラトも2000年秋に、男子世界ランキング1位になったことがあり、兄弟世界1位を実現させたことになる。全仏オープンでは2年連続2度目の決勝戦に、 進出したが、同じロシアのスベトラーナ・クズネッツォワに4から6、2から6のストレートで敗れ、サフィナは、全仏で2年連続、グランドスラムで2大会連続3度目の準優勝に、終わった。ウィンブルドンの準決勝では、過去に5度の優勝を誇るビーナス・ウィリアムズに1から6、0から6で完敗した。2010年は、全仏オープンで、クルムダテ・キミコに6から3、4から6、 5から7で敗れ1回戦敗退を喫した。2011年前後をオープンでは1回戦で、キムクライシュテルスに0から6、0から6で1ゲームも奪えずに敗れた。4月末のマドリード大会2回戦で、ユリアゲルゲスに敗れた試合が、最後の出場となり、3年後の2014年5月に、正式に現役引退を発表した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。